い、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。今回もやってまいりましょう、はい、というわけでドドン、もう目の前にございます。今回はポテチ食べ比べ企画でございます。マジかよ、まあ、こんだけは食べ放題って言ってもいいんじゃないですか。食べ放題に近いね。基本となる薄塩味を、たくさんご用意しました、はい、どれが一番うめえかという、うん、ことを単純に、MSSP 調べで、なるほど、ね、決めたいなと思います、はい、基本薄塩味で統一してる、まあ、トリュフとかもいきなり海苔塩いるけど。まあ一応塩が入ってるから、いきなり塩、いきなり、やっぱこれが基準。あ、いやそうだね、これが業界スタンダードだよね。業界スタンダード、一番よく食べたんですね。だいたい口に入れた時に、うん、あ、味が思い出せるというか。ド定番からいきますか。ド定番、はあ、まずはスタンダード、はあ、なんか違う、いやめっちゃ普通、ま、じゃあ早速って言っても食ったことあるし、いただきます。ま、基準になりますからね、もう完全なこのわざとらしい薄塩味。まあ、いつものね。いつものだよね。俺実はそんなに好きじゃない。マジ？うん。俺割と好き。俺も好きかな。うん。家に最初にあったの海苔塩だったから。だから海苔塩の方がスタンダードとか、コンソメパンチとかの方が。ああ。じゃあとりあえず点数10点満点で。じゃあカルビー薄塩味は。うん、まあ、大体、まあ俺は基準として5にしただけで、期待、今後の期待を込めて6にしとく。さあ、じゃあ続いてどれいきます。チップスターとか、特殊っちゃ特殊だと変わるよねこれ、うん、まあこれも正直食わなくてもわかるけどね、うん、散々食ってるから。ああ、これだ。こいつは粉々にした後、この形に生成してんだよね。なんかそういう感じの食感だよ、うん、だから形安定してるもんね。うん、うめえ。いや、うまいわ。うまいわ。うまいんだよな。点数の方どうぞ。チップスターの方が高いんだ。え、俺チップスターの方が高い。俺もチップスターの方が高い。お前も、もう限界値来てるよ。俺限界値まで近い。チップスターだって俺でもこの中だったら想像の中では多分割と最上位に入る、うん、ああそうなんだ。 そもそもちょっと開けてもいいな。7、そう、6にしてもいい。常に調整はあり、まあ、それは問題ないです。なんかこう食ったことないよ。次行こうぜ。いいよ。あ、これとかピュアポテト。ピュアポテトうまそう。圧倒的じゃがいも感だって。ああ、確かに熱い。ピュアポテト、あー、ピュアっぽい。ピュアっぽいね、確かに。これピュアな感じ出てるよ。いってみますか。じゃあ、いただきます。うめぇ。ピュアだね。あー、全然違うね、やっぱり薄切りとね。あれ、やばいぞ。これ頑張ってるもん、すごい。新しい、いいな、なんか。そうはね、基本的にチップ、俺買うときチップスターとか片揚げとか選びがちだから、うん、ピュアポテトを発表してください。どうぞ。あ、ピュア、俺ピュア来ちゃったな。俺ピュア9来てるね。あ、お前ら評価低いんだね。ピュア、俺寿司用のあの、なんていうの、雑な感じが好きなの。なるほどね。この出汁加減も若干、いや、出汁加減少しなんかね、あの塩にやっぱりなんかちょっと出汁っぽい味がするというか、永遠と食べていたい。うん。できれば幸せだね。幸せ度数高いよこれは。これトリュフ味が。そっちのピュア。絶対うまいやつ。これもういっときますか。いきますか。じゃあピュアポテト、トリュフいってみましょう。うわー、うまそう。トリュフ混ざっちゃった。うん。なるほどなるほど。ね。これは好みに分かれる感じか。むずいな。はい。じゃあ皆さん点数発表してください。どうぞ。おお、10点出ました。いや、俺単純に好きなんですよ。あ、トリュフそういうのね。俺アロマがゼロつけた理由分かるよ。今回の塩味ではちょっとないだろうって話。そういうことだね。薄塩味って言ってこれ買ってこられたら0点なの。なるほどね。でもこれ単体で言えば7ってこと。ああ、今のと一番うまいってことね。いや、俺それもちょっと考えたんだけど、もう単純に食べた感想でいいやと思って、まあ、まあ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 、まあ俺単純に別にトリュフ入ってなくていいわ。単純だった。単純に、これ。ああ、なるほど。プチブルボンのプチ。懐かしい。懐かしいよな、シリーズ。こ
これもチップスター、まあ系ではあるけど、やっぱ大きさとか食感とか、じゃやっぱチップスター系列な。チップスター系列、やっぱ大きさで変わんないから、バター感みたいな。もうね、なんかちょっと残る感じがあるね、うん、はい、では皆さん点数を発表してどうぞ。あーチップスターの方が俺は好き。同じく薄い味がやっぱそうだね、薄いし大きい方が食べ応えあるかなって。スマートな感じがするから、そうだ、ね、おしゃれという楽屋とかに置いてあるイメージだ、ね、あー分かる分かる分かる、うん、これって確かに、うん、あと罪深さがちょっとない感じがするのかな。あってなんかカロリーを気をつけてる人はまあ好きかもしれない。じゃあ次どれいきますね。知らないやつ、これ食べたことないわ。これはよくあるなんかあれ、コストコ、そうそう的なあれ、レイズ、海外的なあれ、ちょっとお高いやつ。あーなんか薄塩ともちょっと違う感じはあるかもね。確かになんか海外っぽい味するな感覚的にはカルビーなの、さっき一番最初薄塩に近いけど、近いんだけど何か違うんだよな。塩がね、本当に単純な塩の味がするんだよ。点数発表してください、どうぞ。俺薄塩より好き。あーカルビーの、うん、俺はね、やっぱ好きじゃないあのね、あのすっごいナチュラルな味がする。それがいい。俺はダメダメって言ったらだけど、あとなんかこの豪快さ、なんかパッケージ含めてちょっとテンション上がるというか。次はまだあるなんて。これとかなんだ、それ知らないんだよ。俺知らんね、エッセレクトのポテトチップスだって。知らん知らんね、多分限定ものだね。あーでもちょっとしっかりしてる感じ。はい、なるほど。だんだんむずくなってきた。だんだんむずくなってきたよな。これ難しい。似たような系統食べ比べしないとな。ちょっとあれかもしれない。点数どうぞ。7。7.5 点。あのね、カルビーよりは俺好き。俺も。なんか俺このパッケージのせいかもしれないけど、この緑を感じた。のり塩。のり塩いっちゃいますか。うまい、うまいな、うまいな、のり塩うめえな8点です。9。いや、うまいわ。まあ、ただやっぱりあの薄塩買ってきてって言ってのり塩買ってきたら切れるごま油味。うわー、うまそう。これそれ食べたことないんだけど。まあ、頑張るな。ちょっとごま油、ごま油だ。味のり、韓国のりが味する。そうだね、うん、うん、これそうだね。変わってんなこれ。これもちょっと、これありだったらピザポテトもありになってる。そうだね、ピザポテト今食べたら10つけるしこれうまいんだよな、どうせ。あーうまっ。あうまい。こっちうま塩でちょっとだし感的なものが少しあるんで、うん、僕10点っす。俺9。やっぱうまい。うまいね、うん、この迷った10いくか、うん、値段差もあるけどね、やっぱまあ高いからな。そう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 、そう、ね、こちら小池屋最高級フライドポテト幻の芋、今金男爵で、これあの限定ポテトですね。今しか買えないやつ、多分そう、うん、1年に1回ぐらいしか買えない。あーでも色が若干、あーなるほど、高級感が溢れてる。ちょっと揚げすぎたのかななるほどね、なるほど。ちょっと香ばしいね、やっぱね、香ばしい、うん、見た目の通り焦げ感ちょっとある、うん、でもそれがめっちゃいい感じじゃん。うわーこれは、出してください、どうぞ。これ8。僕も8っす。8にした、うん、下手したらこれでも平均点で言えばトップで、あ、トップかもね、高得点ってか全員8だ、うん、全員8だね。焦げる寸前のいいところで止めてる感じがある。だからバランスはめっちゃいいかな。これ以上やると多分なんかもうちょっと苦いというか、そうそう、苦くなっちゃう、出てくるけど、こだわって作ってるだけあるなっていう、ね、そうそうそうなんかそういうこだわりは感じられる。うん、あ、どうするかな。
これってさ、ちょっと待って、違うもんなのこれ。あー、それ試したいね。これがネットで買ったやつじゃん。こっちがネットで買ったやつ。そう。で、そっちがコンビニで売ってる。コンビニで売ってる。これあのね、あのネットで年に1回売るのが確かこっち。こっちかな、わかんない。そう、そっち。これパッケージも解釈違いでどっちが上かはなんかもう。そうだね、人に言ってあでもちょっと違うわ見た目ちょっと違うね違う見た目全然違う、うん、これ曲がり方が違う違うね幻の芋回帰そう色がえいや違うんだもう薄塩って書いてるうんここやあとね見てみようあ味違ううーんなるほどなるほどじゃあ皆さん、はい、出してくださいどうぞ8点ですわー香ばしさとか、はあ、なんか食感はこっちの方が良かったんだけどこっちはね、あのね塩味にちょっと出汁的なものが入ってる感じがするのねで、それ俺やっぱ出汁感が好きだからこっちの方が好き書いてることなんだ書き方書いてるだけでほぼ一緒だけど、うん、違うんだよなすごい量食べてんな、これがそうはいこちらはもう小池屋さんの今金ではない普通のポテトに行ってしまえばフライドポテトシリーズですねフライドポテトそうなんか芋の味をすごい全面的に出してるから、ね、意外と好きかもはいではこちらです、はい、8です。僕は7す、あるは4です。俺結構好きだったんだよな。俺はやっぱ味薄くなっちゃうとどうしてもナチュラルに芋の味が強いでパリパリ感がより強くなった、うん、という感じ、ね、でもまあ全体的にレベルは高いです。そうだねそうだね、うん、さあ次来ちゃいました片揚げさん。うわーうわいや俺片揚げ好きなんですよ多分まあ確かにここでタイミングで片揚げ来るともう、うんちょっと思い出せなくなってるのも若干あるからじゃあ片揚げさんうん片揚げですねなるほど片揚げポテトこちらです89です。お4これこしっかり好み分かりますねやっぱいや俺あれだわ片揚げで一番好きなのブラックペッパーだったわあーなるほどねペッパーねなでなんか思ったより超えてこなかったなーけどやっぱ好きっていう味がしっかりついてるのと分かりやすいこの片揚げ感食感でしょそう俺は単純な男だからやっぱこれにいや食感大事よいや最後はいボーナスゲームこれ味そうと思っていやでもバター好きだろっていう。うん。塩とバター味。バトらしいバター味。じゃあ皆さんどうぞ。はい。まあ、違うんですけど、なんか今食べたくなった。いやそれうまい。うまいですよ。ああ、バターだバター。ゼロ級ゼロ級ですね。やっぱこいつを1位にさせるわけにはいかないっていうところがありまして。そうだね。ピュアマジでうめえわ。うん。びっくりした。ダークホースだったのピュア。うん。はい。では最終的な点数の方どうぞ。変わらずで。はい。これ変わりましたね。変わらないですね。キックンさんやっぱピュアが今回ハマりました。ピュアがうますぎてびっくりした。じゃあ今回1位だったのはこちら。コンビニで買える今金、小池屋さんの最高級プライドポテト。今から男爵です。全体的なレベルが非常に高い。ちょっとした焦げ感というかそうあの香ばしい感じもありつつ味もしっかりしててサクサク感もいいしなんかトップのその塩味やっぱこの焦げ感だな、うん、そうだね、うん、あんまりないからねそう思ったのは、まあ、プリングルスといえばサワーオニオンじゃんそうだねで片毛はブラックペッパーなのそう考えるとそれのことを思い出しちゃって、うん、そのせいで下がっちゃうまあそれはもう最高級のだけあるそうだねまあ値段的な問題もあると思いますけどうまいと思うというわけで今回の、トップ薄塩は小池屋さんの最高級プライドポテトに決まりました。今金男爵です。今日俺ら一人一袋分ぐらい食ってる、まあ、食ってますね下手したら食ってるよねどう考えてもうわーやっちまった。皆さんもねやっぱこれ食べ比べすごい面白いです、うん、やってみてはいかがですか。なかなかできないいっぱいやってポテトチップスパーティーしてみてはいかがでしょうか、はい、というわけで今回はこんな感じで全世界のみんなバーイバイバーイ。皆
皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ゲーム実況、こちらのチャンネル、実写動画や生放送、こちら、そして、最新情報のお知らせは Twitter、こちら、そして、次はこちらおすすめ動画を見てね。みんな、やばい。